24日放送の TBS 系浜田歌謡祭超特別版夜7時では、出張。浜田歌謡祭第1弾としてアーティストのライブ会場にサプライズで突撃する新企画が放送される。ストーンズ初4大ドームツアー VVS に浜田歌謡祭軍団サプライズ登場。ベテランチームとルーキーチームに分かれ、熱唱バトルを繰り広げる同番組、出張。浜田歌謡祭第1弾は、アイドルグループ、ストーンズの東京ドームライブへ。今年2月から4月にかけて開催された初の4大ドームツアー VVS、ワイブスで約 51.5 万人を動員した同グループ。その東京ドーム公演のライブに、浜田雅俊が浜田歌謡祭軍団の山里亮太、南海キャンディーズ、アンミカ、聖夜、霜降り明星、ノロカヨ、オジャスを引き連れてサプライズ参戦。まさかの登場に驚きを隠せぬストーンズに対し、会場にいた5万5000人のストーンズファンは熱狂した。そんな中、ストーンズチーム VS 浜田歌謡祭チームで、マイク争奪。イントロバトルロワイヤルが開幕、最強アイドルベストヒットソングをテーマに、熱唱バトルを繰り広げる。番組レギュラーでもある田中いつきは、5万5000人の僕たちのファンしかいないところでさすがに負けるわけにはいかないと意気込むが、浜田率いる浜田歌謡祭チームも磨き上げられた瞬発力で対抗する。果たして勝つのはどっち？浜田が初めて東京ドームで熱唱する。メンバー6人は、絶対に来ないと思ってたから本当に嬉しい。シェシー、ステージ上だけじゃなく裏側も必見です。やっぱり浜田さんは浜田さん、笑、田中、大好きな番組にやっと出られた。オジャース森本慎太郎、浜田さんが登場した時の熱狂がすごかった。コーチ優吾、コーは正式には、はしごだか、本当にびっくりした。ファンのみんなも楽しんでました。兵本大河、まさかラスト、あの人と勝負になるとは松村北斗、とそれぞれコメント。これに浜田は、東京ドームで初めて歌いました。みんな楽しそうで何よりと感想を口にした。スタジオ企画、これ誰のファン、冬ソングの神様、とは。スタジオでのクイズ企画では、ライブ会場で突撃インタビューする、これ誰のファン、を実施。若者から年配の方まで幅広い層に人気の、あるアーティストのライブ会場でファンの皆さんへインタビュー。その VTR をヒントに、誰のファンなのかを全員で予想する。教科書にも載っている、冬ソングの神様、とは一体誰？さらに、アーティスト浜田が29年前、当時32歳の時に言った、緊張しまくりの初ライブの貴重映像とその裏側を公開する。